基百2襲撃機型の基百二を月1百二は、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の襲撃機、戦闘機。非公式通称として四式襲撃機、五式複座戦闘機、五式総発襲撃機などが伝えられているが、公文書上に記録が残るのが五式層であることから、関照年式は五式だった可能性が高い。連合軍のコードネームはランディ。開発、製造は、 川崎航空機。設計主務者は、土井竹を根本武氏。高型、オツ型、兵型の3タイプがあり、それぞれ高高度戦闘機、襲撃機、夜間戦闘機として開発された。1943年4月に陸軍は、機45改めの性能向上型の機96を、 試作中の川崎航空機に対して、機96をベースとした複座の襲撃機の開発を指示した。これが、機102で、同年6月には、同じ機体を高校度戦闘機として開発することも指示された。この時に高校度戦闘機型は機102号、襲撃機型は機102つの試作名称が名付けられた。川崎では、土井武雄技師を設計事務者として、設計を 開始、1944年1月に、オツ型の設計を A1 号機は1944年3月に完成した。高型は1944年1月に設計開始、同年4月に設計を終了した。6月には搭載エンジンである排気タービン付けの刃112ツールが完成したため、これを増加試作機に搭載して、高型の原型機としてテストを開始した。 なお、試作1から3号機は、当初の予定では、オツ型の原型機であったが、高型の審査を急ぐために、高型の原型機として審査が行われた。襲撃機型は1944年3月に試作1号機が完成し、試作機3機増加試作機20機が製作され、1944年7月には、基本審査が終了し、 川崎の赤石工場で量産が開始された。本機は基本的には機96と同一の機体を複雑化したものだったが、エンジンなセルなどがスリムに洗練されたものになっていた。武装は強力で機種に5 7ト、mm、ル機関砲を装備したほか、2 0ト、mm、ル機関砲2門と1 2 7ト、mm、ル機関砲1門を装備し、爆弾は5 0 0ラムまで搭載できた。 基本性能は、おおむね良好だったが、部隊配備後、離陸滑走時に、方向安定不良になることが指摘された。これについては、折りん柱を 100mm 延長することで、応急的に対処した。本格的な対処としては胴体を延長することが、計画されていたが、終戦まで実施されなかった。本機は、正式名称こそ付けられなかったが、相当数が、襲撃機として、 第一戦の飛行戦隊などの実戦部隊に配備された。だがこれらの部隊では上級司令部の命令により本土決戦に備え機体を温存していたため一部が実戦に参加した以外は使用されなかった。これらの部隊の中では本家を四式襲撃機と呼称していた部隊もあった。また1945年6月頃からは一向に実用化の目処が立たない型を補う 形で重武装を生かした防空戦闘機として使用された。戦闘機として使用された機体は高型も含めて通称五式複座戦闘機と呼称されることもあり、機体を漆黒に塗装し夜間戦闘機として用いられた機体も存在した。終戦までに、オツ型は試作機、増加試作機を除きに115機生産されたが、この中には機102項と機108に改造された機体も、 含まれている。第6航空軍参謀を務めた倉沢清忠のメモには、本機が特攻機として使用された飛行機として挙げられているとの情報がある。高高度戦闘機型は1944年6月に試作1号機が完成し、後にハイキター瓶付けの機体1機、ハイキター瓶なしの機体3機をもって実用審査が行われた。 11月には緊急増産命令が陸軍により出されたため、川崎では、明石工場で生産されたおつ型を、岐阜工場で、高型に改造することで対処し、終戦までに25機の改造を行った。本機は、おつ型とほぼ同一の機体で、主な相違点はエンジンに排気タービンが装着されていることと、機種の 57mm 機関砲が 37mm 機関砲に、 なっていることであった。陸軍航空審査部で審査中に B-29 の溶撃に参加し成果を上げたこともあったが、排気タービンの作動不良が原因で満足な活動はできなかった。25機の生産機のうち、陸軍に納入されたのは15機で、残りの10機は排気タービンの不調で、納入不可になっていた。1944年11月には、 高高度夜間戦闘機として機102の夜間戦闘機型の開発が命じられた。これが機102兵で戦訓から本格的な夜間戦闘機として必要な電端や上向き砲を装備したほか、機102個オッツの機体を大幅に回収し、飛行性能を向上させたものを計画した。キャノピーを操縦士1名の単座にして通信士は、 主翼公園よりも後ろの胴体内に廃止小さな水滴風防と胴体側面に窓を開けて視界を得るようにし一見短崎と見違う外見をしていた。そのため、高型、オッツ型とは一見別機種のようにも見える外観だった。1944年末から2機の試作が開始されたが、1号機の完成直前の1945年6月末に空襲により破損し、 修理中に終戦を迎えた。東海軍艦区航空兵機現状表アジア、歴史資料、センターレファレンスコード A0303213500、歴史群像、太平洋戦士シリーズ、日本陸軍軍用機パーフェクトガイド学習研究者、2005年、ISBN4 から05から60万3757から、4、日本航空機総集第4巻。 川崎編出版共同社、1982年、P186、航空情報別冊太平洋戦争日本陸軍機、竹縄当社、1974年、P34、林英大、陸軍特攻、新武良生官社の収容施設東方出版、2007年、P200、渡辺洋次、三の県陸軍テストパイロットの戦場文春文庫、新装版、 2002年、ありがとうございます。